続いては特集です。アフリカのケニアから今水道関係者が香川県を訪れています。一体なぜはるばるケニアから、その背景と視察の様子を取材しました。ケニアからの一行は今日香川県の池田知事のもとへ。ケニアの方で今水道の普及率はどのぐらいになってますでしょうか。 We have a national vision, the vision 2030. The water coverage is at 62%. So we still have a gap of 38% to close in the next 7 years. 視察には水を管理する国家機関や水道事業体などから5人のケニア人が参加。今日までの4日間香川に滞在し、香川用水や水道機器メーカーなどを回りました。おとといは県内8市8町の水道事業を担う香川県広域水道企業団のセミナーに参加。そこでは国を挙げて給水率を上げようとする中、ケニアが直面している課題が示されました。The need for water service providers to put in place plans to reduce water losses. 人口の増加や経済発展に伴い水の需要が高まっているケニアでは、水道の整備が進められています。しかし老朽化や施工不良により途中で水が漏れてしまい、国内で生産された水のおよそ 45% が失われているのが現状です。こうした問題にビジネスチャンスを見出した企業が香川に。それが今回の視察を企画した綾川町の川西水道機器です。水道を補修したり新設したりする際に、配管同士を簡単に接続できる管継ぎ手を売り込もうとしていて、今は国際協力機構 JICA のサポートを受けながらケニアで実証実験を行っています。日本の地方が抱えている課題こそ途上国のいろんな課題を解決できる、やっぱこう術を持っているというふうに考えています。7つの項目で構成されています。ここに今回視察を首都圏ではなく地方で行う狙いが。共通点の一つに挙げられたのが配管の材質です。ケニアでは日本の地方と同じく古い配管には高出塩化ビニールが使われているものの、その耐久性が問題視されています。 So we are moving from PVC to HDPE, but we have seen you see posting a net revenue of 1.6. What is the value?の深度だったり、そのパイプの周辺には例えば必ず砂を撒きなさいよとか、清田の職員が監督と指示をしながら管を敷設していった経緯があります。左側から使う製品だけではなく、それを施工する技術も重要であることを学びました。一方で日本とケニアの違いを知る場面も。続いて一行がやってきたのは高松市にある水道資料館です。高松で初めて水道が作られたのは380年前の江戸時代であると説明を受け、歴史の長さに驚いていました。This is a historical This is a simulation また浄水場では日本ならではの水質監視システムに興味津々の様子。視線の先にいたのはメダカ。メダカが死んだり異常な逃げる行動をすると、警報、これが警報が上がっていって、でその時の水をサンプリング。We are looking forward. Maybe in future that we also adopt this technology is the best because it gives you real-time results.
even in terms of contamination and pollution. 一行は視察内容を国に報告し、今後の水政策に役立てたいとしています。And we are also like we would be able to look at the technologies here and also be able to now see how we can be able to replicate this also in small towns back in back in our country. We hope that the next time we should be able to report on our successes after this visit.いやすごいですね、あのメダカとかああいう技術があるの初めて知りました、ね、なんか当たり前のように、ね、なんか水道があってね、なんか使っちゃってるんですけども、このありがたみを感じるとともに、なんかケニアの皆さんもね、またあのより良いあの環境が整えばいいなと思います、ね、ケニアの水問題の解決の一助につながることを期待したいですよね。以上特集でお伝えしました。